前回のモノクラ、ウプ主はサトウキビ畑の自動化を試みる。オブザーバーさえあれば、サトウキビの自動収穫は簡単なので、作業はサクサクと進んだが、いまいちな見た目となってしまった。ウプ主はどうしたらいいかわからず、問題の解決を先延ばしにするのであった。皆さん、こんにちは。当動画をご覧いただきありがとうございます。また、毎度で大変恐縮ですが、前回から日にちが空いてしまいすいません。前回作ったサトウキビ畑について、たくさんのアドバイスありがとうございます。今回はネザー要塞に探検に行きたいと思います。ここ3回は連続して建築を行いました。前の前の前の回は村人式自動小麦畑。前の回は自動サトウキビ畑。前の前の回は見張り台。いい加減、建築が3回も続いたので、今回はネザー要塞に行きます。以前にネザーには行ってネザー要塞を見つけたものの、準備不足でネザー要塞には行けませんでした。今回はリベンジです。一応、エンチャをこんな感じにつけました。できればウィザースケルトンの頭蓋骨が欲しいので、ダイヤの剣にドロップ増加のレベル2をつけました。できればレベル3までつけたかったのですが。そして、ブレイズ対策として、弓に射撃ダメージ増加のレベル2をつけました。これもレベル5までつけたかったのですが、苗よりはマシなので、ひとまずこれでいきます。防具はこんな感じです。じゃあ、早速行きたいと思います。到着です。やたらゾンビピックマンが多いなー。なんと、鶏が。ネザーゲートから来たのかな？前回ネザーに来た時に、一応、パンクズ代わりに松明を置いたから、迷わず行けるはず。松明を置いとくと、遠くからでも道順がわかっていいなぁ。お腹すいた。あれ？松明が途中で切れてる。行き止まりかな？あ、そうそう。ネザー要塞に行く目的を話してませんでしたね。将来的にポーションを作ることを見越して、ブレイズロッドとネザーウォートの獲得、そして獲得できればの話ですが、ウィザーを呼ぶのに、ソウルサンドとウィザースケルトンの頭、これらを獲得するのが目的です。前回は、結構際どいところを通ったんだなぁ。すごいマグマだ。ソウルサンド見つけ。そんないらないかもしらないけど、取れるだけ取っとくかな。ソウルサンドを取った後、迷ってしまい、松明と食料が底をつきそうです。一度戻りたいと思います。あ、そういや、ガストの火の玉で、ゲートが壊れるって視聴者さんからアドバイスいただいてたなぁ。アドバイスありがとうございます。火打ち石も持ってきてなかった。じゃあ、必要なアイテム取ってくるか。なんか、ぐだっちゃってすいません。必要なアイテムを揃えてまたネザーに戻ってきました。よし、今度こそネザー要塞にたどり着くぞ。ネザー要塞見つけました。っていうか、ゲートから割と近い場所にあったのに、なんであんなに迷ったんだろうって感じ。すいません、ちょっと暗くて見えづらいかもしれないですね。ここからネザー要塞に行ってもいいけど、確か、もっと要塞に入りやすい場所があったはず。
ちょっと、周りを散策してみるかな。ここからの方が入りやすいな。てか、おそらく前回はここに来たかもしれない。しばらく中を探検してみよう。おや、早速ブレイズさんではありませんか。よし、射撃ダメージ増加レベル2でも2発で倒せた。さ、ブレイズロッド、ゲト。およ、急に燃えた。ブレイズの火の玉に当たったかな。あちこち回ってたら、ブレイズのスポナーを見つけました。今、ブレイズがいるあたりがそうっぽいです。暗くてわかりづらいですね。一度スポナーのところまで行ったのですが、退散してきました。すいません、その時録画をしくってました。もう一度行ってみたいと思います。今ブレイズが3匹いるところに、スポナーがあります。このままだとブレイズが湧きまくって鬱陶しいので、あのブレイズを倒してスポナーを湧き潰します。次から次へとブレイズが湧くので、湧き潰しも難易度が高いです。こまめに松明を置いていくしかなさそうです。キャ、3匹もいる。こいつは一時退散です。手強いなぁ。次から次へと出てくるなぁ。まあ、その分ブレイズロッドがゲットできるからいいか。スポナーの周りに松明を置いたので、これで湧かないはず。うわぁ、ガストの歌声が聞こえたぁ。てか、スポーンしてるし。ブレイズの場合だと、この方法じゃダメなのかなぁ。事前の調査不足だ。とりあえず、ここはこのままでいいか。要塞の中をもっと探検してみよう。要塞の中を探検してたら、ネザーウォートを見つけました。ネザーウォートは栽培できるみたいだけど、取れるだけ取っとくかな。ウィザースケルトンに遭遇しました。しかし、要塞の中は松明つけても暗いですね。これまで何回かウィザースケルトンを倒したんだけど、なかなか頭を落としてくれない。要塞の中は結構チェストが多いね。確か、これで3個目のチェストだったかな。このままやってもキリがないので、ブレイズロッドをあと1個取ったら帰ります。よし、1個ゲット。では、帰りたいと思います。ここに来るまでにちゃんと松明で目印をつけたので、帰り道はバッチリです。ウィザースケルトンの頭をゲットできなかったのは残念です。なかなか落とさないのかなぁ。次回はもっとちゃんと対策を立ててから来ます。おや？ゾンビピグマンの子供なんているんですね。個人的には初めて見ました。すばしっこくて攻撃しづらそうだなぁ。ゲートが見えてきました。ゲートが見えてくると安心するね。ただいまー。何事もなく無事に帰ってこれました。ネザーから帰ってきて自分の拠点を見ると安心する。結局ブレイズロッド13個。ネザーウォートを100個ゲットしました。ネザーウォートは栽培するからいいとして、
ブレイズロッドって継続的に手に入れたいから、ブレイズトラップみたいの作れないのかなー。まあ、そこもおいおい調べてみるか。いかがでしたでしょうか。今回はキリがいいので、ここまでとさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございます。